はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、KK でございます。ということで、今回から色違い独統一パでシングルレートやっていきたいと思います。いや、やっとね、この企画をやろうという気になりましたね。ずーっとね、厳選済みの個体は何匹かいたんですけど、育成がくっそめんどくさくてもうポーイしてた企画なんですけど、まあ、そろそろやろうかなということで始めます。そして今回のこの動画シリーズの目標的なものがあるんですけど、それが、一応最終進化の毒ポケモン、ゴルバットを含む、ベトベトンは、アローラのみで計算したところ31匹いるんですよね。その31匹すべて色違いを厳選し、そしてバトルで活躍させ、このシリーズを締めくくるといった感じになります。頑張ります。非常に、辛いシリーズになると思うんですけど、頑張って、主に負荷厳選頑張ってやっていきたいと思います。そしてこの動画の投稿頻度なんですけど、これ一番大事なところで、最近ちょっと不定期更新すぎて、視聴者からね、いつ投稿すんだよこの野郎っつって、はい動画出せよバカ野郎っつってね、怒られてるんで現在進行形で、この動画投稿頻度、今回のシリーズ、毎週金曜日、毎週金曜日ね、今日も金曜日だと思います。毎週金曜の、夜の6時、18時ですねに投稿したいと思います。昔みたいに週1投稿で、昔はね、土曜の夜の8時とかにやってた気がするんですけど、曜日と時間が変更になりまして、毎週金曜の夜の6時に、投稿したいと思います。皆さん間違えないようにね、してください。週1投稿でマジで頑張るんでよろしくお願いします。そしてね、その周知投稿を順調に、こなしていって、31匹目の最後の最終回が一応11月の1日に終わるらしいんですよ。パーッとカレンダー見たところ。そしてね、11月の1日に終わる。そしてね、今年何がありますか？ポケモン。新作がありますよね。ソードシールド。まあ、だいたい11月の中旬から12月の頭の間ぐらいなんで、まあ、ウルトラサンムーンが11月の17だったんですよ。まあ、だいたいまあ、それぐらいに発売されるなとね、予想で、まあ、こんな感じになっております。いい感じにスムーズに色違い独特シリーズを終わらせ、ソード&シールドの方に、スムーズにね、移行できるように、頑張っていきたいと思います。まあ、1週間、2週間ぐらい、まあ、最高2週間ぐらい多分、遅れてもなんとか間に合うような形になると思うんで、できるだけね、遅れないように頑張っていきたいと思います。ってな感じで、こんな感じで説明終わりかな。うん、この動画の目的とか目標は話したんで、まあ、パーティー紹介いきますか。こんなダラダラ喋ってると早く対戦行けバカ野郎って怒られるんでね、パーティー紹介いきます。ペンちゃん、ペンちゃん、人妻、アゴ、オコリリエ、ドラピーオン、バレちゃんというところで、こんな感じになっております。まあ、一匹一匹の説明はもうバトル中にやっていくんで、どうせ。活躍した子が基本的にサムネになってるんでね、多分サムネになってる子の説明はちゃんとしてると思うんで、バトル中に、この一匹一匹の説明はしていきたいと思います。まあ、こんな6匹で始めていく、色違い独統一パでシングルレート。じゃあ対戦の方をやっていきたいと思います。はい、では対戦の方やっていきます。フリア、フリア、フリアとかね、ダダリンとか、パッと見、お、なかなかいいポケ使ってんじゃんと思うけど、下4匹見てください。グロスマンム結構が独統一殺しに来てる独統一を完全に殺しに来てるんで、マンムーが初手にいる場合、このエンニュートじゃ倒せないんで倒せねえじゃねえか、倒せねえじゃん。ウツロイドで草結び、グロスが来たら無理じゃん。アゴ、いや違うよな、ペンちゃんも違うよな。何から入るのが正解だ。え、何から入るよ。バレちゃんから入ってみる？バレちゃんから入ってみるっていうなんか面白い発想をして、で、顎は必須。で、顎じゃ月光が枯れないんで、月光が狩りか。
ペンちゃん入れようぜ、ペンちゃん。いきまーす。対戦よろしくお願いしまーす。あー、マンムーがステロのパターンあるんか。でもこのパターンの初手マンムーなさそうなんだよね。って言ってたらね、マンムー初手で来るんで。よろしくお願いしまーす、マンムーちゃん。バレちゃんでお相手します。ピュイーピュイーバレちゃんいきます。マジで来んじゃん。さあ、スララバリ3発ぐらいは耐えてくれるんで、まずは眠らせるのが正解か。眠らせていきましょう。まずはフワッサーでね、このバレちゃんもお久しぶりでございますね、ほんと。こらえるごつめ、法師もろバレるっていうね。6世代の頃、メガガルーラが本当に嫌で嫌で仕方なかった時にね、生み出された悪魔のような個体です。悪魔のような個体だからね、この子。本当に。メガガル絶対殺すまないから。あと、ファイアローもついでに、ブレイブバードの反動を思いっきり、受けさせて、ごつめでダメージ与えさせて、奉仕でなんか状態異常引いてくれたありがとう的な感じで、やってたね。楽しかったね、これ。あの頃はほんと楽しかったけど、今はね、そんな使えないんですよね。でも意外と楽しいから使ってるっていうとこはある。もう一旦眠っといてくれへん？もう一旦眠ってて、エーミンしてなさい、おまんむは。エーミン、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 オッケー。まんむ、無償突破。まあ、ステロ巻かれたんで、ペンちゃんが助け潰れちゃうっていう、点がちょっと痛いですが、まんむ突破できるってだいぶでかいよ。無しかも無償。無償突破。あとグロス来いや。グロス来れるもんなら来てみろや、おい。お、来れるんか？お、グロス来るんか？来てもええぞ。やったんぞ。うちのバレちゃんやったんぞ。いいんか？でもグロスぐらいしかないよな。あと出せるの。グロスだよね、オッケー。やったんぞ。これで、積み技あるとしても高速移動ぐらいなんで、もう高速移動来たらも知らん。いきます。こらえる。こらえます。どうせ思念か、霊パン。最近思念個体なんか、そんな見ないんで、多分霊パンあたりでしょう。こらえます。霊パンでも普通に耐えるんだよね、確か、バレちゃん。あ、思念だったよかったよかった。思念だったら耐えないんですよね。霊パンだったら耐えた気がする。思念も耐える、奉仕で、グー。あー、楽しい。こらえる意味なかったけど、楽しい。で、眠ってる相手をイカ様で攻撃すると。おまちょう。これね、どっちする？僕ね、なんとなくその僕の心が言ってるんですよ。僕の中、心の中の僕が、もう一人の僕が言ってるんですけど、このターン起きるよって、このターン最速起きでぶち込んでくるよっていう声が聞こえるんで、ここをこらえます。なんか心の声が聞こえた。ここ起きるよ。眠るんけーい、うーい。まずいんだけど。じゃあ2連こらえる。僕の心の声信じちゃいけねえな。自信じゃんこれ絶対。コメットパンチ言ってくれた、ありがとう。ありがとう。耐えるよ。奉仕は無理か。 A 上がった、A 上がった。A 上がったけど、まあいいや。じゃあ2連こらえる。伝説の2連こらえる。わっしょい。バレットパンチありがとうございます。はい、9勝。でも耐えちゃう。5つ目でると。楽しい。
骨目こらえる方針もろばれる。これが楽しい。その冷凍をめちゃくちゃ上げるためには使えないけど、こういう一発があるから、ずっと使いたくなるっていうね。ここ龍舞の可能性普通にあるんで、奉仕でいっか。自信 OKOK、 いいよいいよ。ここはもうしゃあない。どっちにしてもこらえる意味もないし、龍舞されたらやってられないんで、奉仕で。やられたら捨てで。バレちゃんお疲れ。マンムーとグロスやったったからな。で最後に、アーゴ呼んでやりますか。待って、スカーフスカーフとか言う、スカーフ、いやそんなこと、そんなスカーフとかそんなことは、ペンちゃんから出すべきだったな。ペンちゃんから出して地震耐えて、ガンプ打ってアーゴ4だったな。やらかしピーポーじゃん。ペンちゃん耐えて。フライゴンの A は大したことないから、ペンちゃんの B で耐えて。ペンちゃんの B で耐えて。よし、オッケー、さすがペンちゃん。そしてメガホーンをぶっ刺して、いくよし、当てたら勝ち。当てたら勝ちだよ、ペンちゃん。当てたら勝ちよ、ペンちゃん、メガホーン。よし、勝った。よし、対戦ありがとうございました。よかった。はい、では第2試合目始めていきまーす。マンムーがいるパーティーはバレちゃんでいいんです。こんな簡単に決めていいのか、本当にいいんです。でテテフね、これどうしようもないんですよね。スカーフテテフだったら終わりにしよう。うん、それでいこう。スカーフテテフだった場合僕の負けでーすって感じの選出でいきます。アゴドラピオンね、テテフのムーンホース確定2発なんですよね。なので出せませんってことで、ラス1、ステロも入ってくる可能性普通にあるから、ペンちゃんを出せないでしょってなると、移ろいとか炎入とあたりになるんで、これは上から殴れるように移ろいとを選出するのが正解。特殊系いない、いない、いきまーす。バレちゃん、アーゴ4、ウツロイド。いきます。初手、テテフ？知らん。初手、テテフなんて来るわけがない。どうせバシャーモか。対戦よろしくお願いします。どうせバシャーモか、マンムーが来るから。でもしテテフが来たとしても、ドラピオンクォーター読んで、ムーンフォースぶち込んでくるから、そこにキノコの報酬をぶちまける。それで勝ちですから。いきましょう。それでいきますから。絶対勝てるから、それで。バシーモ。ほら、バシーモ来た。ほーら、バシーモ。初手バシーモってバトンの可能性普通にあるよな。でも、バレちゃん見たら、バレちゃん見たら、フレドラ撃つよな。こらえます。撃つよな。撃たない方がおかしいよな。目の前にモロバレルがいて、フレアドライブぶち込まない奴がいるか？バシャーモで。いないいない。ここで守ってくるのは面白いから。ここで守ってくるのはもうお笑いもんだよ。絶対突っ込んでくるから。見とけよ。絶対フレアドライブしてこなかったら、ビッグドンキーハンバーグ店が50店舗建てられるよ、本当に。いきます。オッケー。反動とゴツメと奉仕で、ボロボロになるがいい。よし。よし。毒か、眠りが良かったな。骨目、反動、そして、毒。気持ちいい。気持ちいい。じゃあ、2連こらえる。あっさりと決めるんで、よろしくお願いします。2連こらえるをあっさりと決めるのが僕ですから。いくよ。
もう一発。こらえる。いきまーす。まあ、ゴツメと毒で死ぬからいいでしょう。うん。いいでしょう。ゴツメと毒で死ぬし。オッケーオッケー。ばんちゃんお疲れ。馬車突破できてないからだいぶでかいよ。馬車突破ってだいぶでかいよ。マジで。だいぶでかい。アーゴン行きます。ここでウツロイド出して、ナット来たら負けなんで、アーゴン行きます。マンム。マンムか。いや、これスカマンあるよな。スカマンだったら負けだよな。スカマン負けだよな。スカマン負けです。よし、よし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 。さあ、燃え上がれ。熱く熱く。火山のように。燃え上がれ。あごう。あごごごごう。頼む。吹っ飛んで。直帰の可能性あるな。チョキマンあるな。タスマンだった。タスマン。タスマンか。自信満々か。うわ、これラス1なんだ。うわー、これつぶてじゃうつろいだ落ちないから、なんだ、うわー、ラス1なんだ。これメガ進化は使ったからギャラドスはない。テテフでしょこれ。ナットはそもそも負けなんで、そもそもナットは負けなんですよ。そう、ナットは負けなんで、僕はもうテテフとしか、多分テテフしかないっすよ。ナットだったら物理3つになる。ギャラは出てこない。テテフエスパータイプ、僕ドラピオンしかいない。絶対テテフ来るんすよね。で、ボルトロスが来たとしても大丈夫なんで、ここはもうヘドロ爆弾確定なんですよね。いきます。パワージュは絶対ない。つぶて耐えるんで。めっちゃ効いた。びっくりするわ。ヘドバックで倒して、裏テテフ勝ち。でしょ。頼む。バレちゃんが最高の活躍をしてくれたんだ。頼む。頼む。バレちゃんが最高に、ナットやめて、ナットはやめて、ナットやめて、物理3本とかありえねえから。なんで物理3本なの？なんで物理3本なの？なんで物理3本なの？テテフでしょそこ。そこテテフでしょ。そこテテフでしょ。うっせやん。ここうつろいど出しの草結びからのアーゴ4出しが正解でした。対戦ありがとうございました。スカーフなんでヘドバックしか打てません。対戦ありがとうございました。